やっちゃってください。寿司屋のカウンターで寿司をつまんでいるとします。あれこれ食べて、次はヒラメといったようなところに差し掛かったとします。寿司屋の親父は、へい、ヒラメね、と答えてヒラメに取り掛かり、お待ちの声とともにヒラメの握りを客の皿に置く。置いて次の仕事に取り掛かり、客がそのヒラメに手を出そうとしたその時、そいつは塩でやっちゃってくださいと言う。客に面と向かって言うのではなく、何か仕事をしながら言う。こういう場面、テレビのドラマなどでよく見かける。さあ、このやっちゃってください、一見さりげなさそうな物言いなのだが、どうしてどうしてさりげないどころか、店の親父の複雑にして屈折した心情の発露であることに気づく人は少ない。そもそもこの塩でやっちゃってくださいは助言なのか提言なのか、はたまた懇願なのか、あるいは指示なのか教育的指導なのか。指示であるならば、親父は客に面と向かって塩でやっちゃってくださいと言えばいいのに、仕事をしながらまるでついでのように言うのはなぜか。この物言い、この横向きの姿勢は、親父としては苦し紛れの物言いであり、屈折の果ての横向きなのである。これが寿司屋でなくレストランならば、支配人は客に面と向かって、このヒラメは塩で召し上がっていただくとよろしいかと思いますという言い方になる。寿司屋の親父はこういう言い方は嫌なのだ。なぜかというと、それじゃ粋じゃない。粋じゃないということと、もう一つ、寿司屋の親父というものは概して俺だってちょっとは威張ってみたいじゃないのというところがあると、同時に妙にへりくだってみせるところもある。へりくだりながら威張る、威張りながらへりくだるというのはかなり難しい技なのだが、ほとんどの寿司屋の親父はこれをやりおおせている。やりおおせてはいるが、内心じくじたるものもある。人間だもの。だからやっちゃってくださいを言う時の親父の心の中は、尊大とへりくだりと傲慢と謙遜と虚勢と矜盾と驕慢と服従と矜持と卑下とでぐちゃぐちゃになっており、もうほとんど破れかぶれ、自暴自棄、心身ともにヘトヘトになっているに違いないのだ。やっちゃってくださいのところだって、本当はやっちゃってよにしたかったのにと悔やんでいるのだ。そんなこととはつゆ知らない客が、もしですよ、塩でやっちゃってくださいと苦しい息の中から言ったにもかかわらず、塩でやっちゃわないで醤油でやっちゃったとしたら、その後の店内の緊迫した空気は想像するだに恐ろしい。考えてみると、寿司屋という商売の形態は世界に類例がない。例えば海鮮丼というものがありますね。丼の上に乗っている具は寿司屋のネタとほとんど同じ。海鮮丼の方は客が自分で一口分を箸でまとめて口に入れるのだが、寿司屋の場合はその一口分を店の人が手でまとめてくれる。次の一口分も店の人がまとめてくれる。その次の一口分も店の人がまとめてくれる。しかも店の人は一口分ぴったりの大きさに、自分の流儀で丁寧に一生懸命に寿司の形にまとめ上げる。つまり店の親父にとっては一個一個が自分の作品ということになる。当然自分の作品を客がどう扱うかが気になる。塩か醤油かも気になるが、どういう食べ方をするかも気になる。客が寿司をどういうふうに口に入れるかも気になる。あんなふうにぐいぐい押し込んだりして、あれじゃ途中で寿司が崩れちゃうじゃないのと気をもむ。そのうちどうにも我慢できなくなって、あ、そのヒラメもう少し口を大きく開けて放り込むようにやっちゃってくださいというようになる。この時のやっちゃってくださいは、何回も気をもんだ挙句のやっちゃってくださいなので、助言か提案か教育的指導かの問題をはるかに超えて、もはや厳命なのだが、客は相変わらずぐいぐい押し込んでいて、
放り込むようにはやっちゃってくれない。親父は一計を案ずる。もはや食べ方を客に任せておくわけにはいかない。客があれこれ食べて、次はヒラメというところに差し掛かる。親父は自分でヒラメに塩を振っちゃう。そのヒラメを手に持って客にあーんと指示する。客あーんする。そのあーんじゃダメ、もう少し大きくあーん。そう言っておいて、客がさらに大きくあーんした口にヒラメをポイ。